紹介してまいりましょう。はい、すっかすかさんからいただきました。おや、仕切りたがりでありながら優柔不断。セボン、これは私自身のことなのですが、会議や相談事の時は何かとビシビシと意見を言ってみたり、うん、進行役を自ら買って出たりするのに、うん、いざ決断を迫られる立場になると、あーどっちがいいんだってなっちゃいます、うん、でも優柔不断も度が過ぎなければステータスだと自分に言い聞かせて頑張ってます。どうなんだろう、進行するところまでは別にいいんじゃないですか、はあ、優柔不断でも、ほうほうほう、その人を決定させなければほうね、うん、まあそういうことだよね。そういうことですよね、うん、だから適材適所というものがあるので、うん、自分にそぐうところだけ、主張してみてはいかがでしょうか。まあね、物語を俯瞰で見られるってことはいいことですよね、うん、そういうことだと思いますよ。あの空気を読んだりとかね、はい、優柔不断、僕も非常に優柔不断なので、おもちゃは決められないですか。決められないっすね。なるほどね、女の子に嫌われちゃうぞ。だからモテれんだ、ぶっ飛ばすとてめえ。おやおや、ハンドルネーム、はい。